おはようございます。黒バラ軍団の光太郎です。本日のターゲットホールはベニス天五店さんです。本日は並び順での入場となっております。朝一の立ち回りなんですが、前日下見をした際に、北斗天星の、AT 後のやめが AT 中にやめてあったりがあったので、まずはそちらの方を抑えて行っていきたいと思うんですけど、まあ、それと同時に、周りの状況とかリセット確認などもしながら、臨機応変に立ち回っていけたらなと思います。前回、勝つことできてるんで、今回勝ちますと2連勝となりますんで、それ目指して頑張っていきたいと思います。それではよろしくお願いいたします。おはようございます。はい、朝一なんですけど、まずこの北斗天星から打っていきたいと思うんですけど、これ前日が AT 閉店だったんで、まあ、確実にリセットされてるっていうのもあるんで、まあ、まずはこの台をリセット狙いプラス、まあ、設定判別しながら打っていきたいと思います。現在256ゲームまで回してきたんですけど、ここでちょっと一旦周りの様子見に行きたいと思います。はい、このモンキーターンのまだ0回転の朝1台なんですけど、まあ、周り見てる感じ、まあ、北斗もすぐに当たってる台あって、まあ、窓がマリカにしても、まあ、絆にしてもすぐ、まあ、リセットっぽい感じで当たってる台があったんで、まあ、もしかしたらリセット多めなんかなとも思うんで、まあ、判別リセット確認の意味でも、このモンキーターン2を、打っていきたいと思います。100ゲーム超えてから全勝してまして、で107ゲームで優勝、まあ、前日のゲーム数と合わせても、まあ、前日137ゲームやったんで、多分おそらくリセットなんじゃないかなと思います。はい、今126ゲームで、演出終わったんですけど、まあ、多分おそらくリセットやと思うんで、まあ、他にまだ0ゲーム台のモンキーターンあるんですけど、まあ、リセットがどうか 100% わからない、モンキーを128まで何台か回すよりは、この、まあ、リセット挙動の台を512ゲームまで、まあ、1回当たるまで、追っていく方が上やと思うんで、この台を当たるまで打っていきたいと思います。出ましたね。確かこれで当たったら次回天狗確定やったと思うんですけど、初めて見ましたけど、ケロットから炭輸出いきましたね。これはもうまあ当たるんで、あれですね、これも次回天狗確定のやつですね。まあ、このオーラの色なんですけど、あ、もう当たっちゃいましたね。222ゲームで通信ラッシュです。総投資が850万円。
まあ、さっきのスミユースなんですけど、まあ、オーラの色が昇格すればするほどいいシナリオが選ばれやすいっていうことやったんですけど、まあ白でしたね。では1セット目いきます。究極目を狙い出ましたね。これは揃いますよね多分。よし、いや、ありがとうございます。やりましたね、究極目でプラス100ゲームですね。で、まあ通常時じゃないんで AT 中なんで、まあ鬼足か全速がついてきますね。まあ、できれば鬼足を期待したいところですけども、いきます。さあ次ですね。あ、全速でしたね。全速の方です。まあまあまあ全然いいんで、そうですね、青島でいきます。ジャックチェンジですね。ジャックチェンジからプラス10ゲームです。またもやジャックチェンジです。まあ結果論ですけど、ジャックチェリーいきなり引いたんで、ハタのやったらえらいことになってましたね。いやーリプレイが、この、青島で、プラス70ゲームの上乗せです。なんで9局目でトータル170ゲームの上乗せっていうことですね。今だいぶちょっとレア子役引けてないんですけど、今レア子役3回引いて上乗せしてないんで、まあ、5回目で必ず上乗せするっていうのがあるんで、ちょっとまだ70ゲームぐらい残りあるんですけど、まあ、最悪1回2回引いてほしいですよね。ジャックチェリーですね。さすが SG だ。ジャックチェリーからプラス20ゲームの上乗せです。まあ、5回目やったんで絶対乗るっていうやつですね。だできればそこでボートとかが良かったんですけどね。まあしょうがないです。1回目のレース対決です。ラストいきます。開始画面から早々に青島画面なんで継続確定ですね。これ本当に嬉しいですよね。なんかほんまもう安心できるというか、超チャンスですね。からプラス50ゲームの上乗せです。3回目のレース対決には3番人気ですね。アップはなくなんで、ちょっとだいぶ厳しいかと思います。残念でした。この SG ラッシュでは3ラウンド1000枚の獲得でした。
活もなしですね、うん、で1ゲーム目2着ジェリーです。まあ隅優秀っていうなんで全国確定してるんで回していきます、うん。ラッシュは1セット112枚の獲得やったんですけど復活しましたね。強チェリーで書き換えされてたのかもしれないですね。おお、女がついてましたね。これはちょっとものにしたい。めちゃくちゃ嬉しい。クラッシャーのゲーム。よし。で、継続も確定ですね。いや、これは嬉しいです。ラッシュでは3セット525枚の獲得でした。はい、今、まあ、一応ロゴなしやったんでちょっと他に周り見てみて、まあ、打てそうな台がなければこの台続行したいと思います。今ぐるっと一周見てきたんですけど、特に良さげな空き台っていうのがなかったんで、このモンキーターンズを、128まで回していきます。86ゲーム、87ゲームで8点ですね。で、VS の文字が赤文字で、でチャンスアップですね。これは直で当たりそうな気がしますね。スイモンキー出ました。勝ちましたね。90ゲームで SG ラッシュ持ちコインで当選です。これはだいぶきついですね。
枚差し出しては1セット140枚の獲得でした。はい、127ゲームまで回してきて解除なかったんで、他に打てる台を探しに行きたいと思います。はい、このアナザーゴッドハーデスなんですけれども、現在ノーボーナスで299ゲームで、これ前日が、70ゲームで閉店を迎えてるんで、まあ、合わせたら370ゲームぐらいなんですけど、まあ、400の据え置きなら400で、ヘルゾーン出てくると思うんで、まあ、その煽りがあるかどうかでちょっと据え置きかリセットかっていうのを確認する意味でも打ってみたいと思うのと、まあ、結構ハーデスの島多い台数が多いんで、まあ、これで据え置きメインとかなら、今後優位に立ち回れるかなとも思うんで、ちょっとこれを、打っていきたいと思います。37ゲームで中断リプレイです。347ゲームで、右上がり木7です。今前日と合わせて420ゲームぐらいまで回して、まあ、ちょっと小役立て続けに引いてしまったんで、ヘルトーンの煽りっていうのは分からなかったんですけど、まあ、ちょっとだいぶ小役引いたんで、しばらく様子見たいと思います。で、これでちょっとまあ当たるかどうか分かんないんですけど、まあ、360ゲーム、70ゲーム、80ゲームぐらいまで多分回すことになってしまうんで、まあ、そうなったらもう400のまあリセットかどうかって言ってたら当たりましたね。368ゲームで、ジャッジメントですね。持ちコインで当たりました。まあ判断はできなかったですけど、まあ当たったんでよしとしております。でケルベロスですね。ゲーム乗りました。いやこれはありがたい。でさらにチャンス目でプラス50ゲームですね。トータル200ゲームからのスタートです。はい、このゴッドゲームでは、240ゲーム、トータル737枚の獲得でした。はい、現在37ゲームまで回して、ループストックもなさそうなんで、やめて他に移動先探しに行きたいと思います。はい、このアナザーゴッドハーデスなんですけど、当日ノーボーナス220ゲームで、まあ、前日と合わせたらちょうど401ゲームなんで、この台を、ちょっとヘルゾーン確認したいと思います。はい、今240ゲームまで回したんですけど、ヘルゾーンの煽りが一切なかったんで、まあ、変更されてるか、まあ、ただ煽りは来なかっただけかもしれないんですけど、まあ、他1台、前日と、今日と合わせて800で、まあ、来てなかったのを確認してるんで、まあ、ハーデスに至っても、まあ、結構リセット多めなんじゃないかなっていう感じですね。なんで、ちょっとまた他に移動先探しに行きたいと思います。はい、この北斗転生なんですけど、現在ノーボーナスで43ゲーム43アベシで、やめられてるんですけど、
周り全体見渡してきた感じ、まあ、リセットが大半以上占めているのかなとも思うんで、まあ、北斗に関しても2台朝からすぐ当たっててリセット強度の台あったんで、まあ、全リセの可能性だってなきにしもあらずだと思うんで、まあ、この台をリセット狙いで2ゴロまで、まあ、ちょっと遠いんですけど他に打てる台もないんでこれを打っていきたいと思います。アベシで、今日ジェリーですね。発見です。145アベシで、今日ジェリーから前半の時です。300乗りましたね。これどうなんですか。あー、電波 C 行ってるっぽいですね。あー、これで当たった時にどんだけ残せるかですよね。残ったのは61アベシですね。104アベシで投資ユーズ確定です。持ちコインで当たりました。赤色ですね。オーラの色赤なんでちょっと AT レベル高いことに期待したいですね。いざ勝負。とりあえず単発を回避したいんですけども、単発でした。はい、1セット171枚の獲得でした。プッシュを押して成功すればアビシャルが行く。当たりはなしですね。ちょっと電商を確認します。9ゲーム72アベシで電波の時です。アベシの獲得です。で、赤文字ですね。あー、当たってくれましたね。アベシ24ゲーム106アベシで確定です。オーラの色は青ですね。挑戦へ左手が勝負。とりあえず一発勝ちたいですね。勝ってくれました。2個勝利ですね。残り2個で2セット目いきます。
81ダメージですね。持ちポイントでボーナス確定です。オーラの色は緑です。さあちょっと3回目なんでそろそろがっつり伸ばしたいですね。このモンキーターン2なんですけど現在341ゲームでやめられてるんで、380のゾーンまで、まあ、少しなんで行っていきたいと思います。359ゲームで8点です。ごちそうさまでした。362ゲームで優質モードです。2段階飛ばして一気に赤まで行きましたね。明日の一
378ゲーム8点です。で VS の色が赤やったんでチャンスアップですね。勝ちましたね。382ゲームで、持ちコインで SG ラッシュ当選です。第1戦目の対決レースです。3番人気ですけど、えのきさんと道口いなかったんで、ちょっと頑張ってほしいですね。負けましたね。はい、この SG ラスでは1セット120枚の獲得でした。まあ、一応ロゴもあったんで128まで回したいと思います。次回予告出ましたね。57ゲームで次回予告です。勝負しての対決ですね。でタッチスタート、当たりましたね。62ゲームです。持ちコインで SG ラッシュ当選です。またしても単発でした。はい、この SG ラッシュでは1セット135枚の獲得でした。あー復活ですね。いやーよかった。この復活ほんまなんちゅうんですかね、もう絶対終わったと今は思ってたんで、やっぱ嬉しいですね。対決レースです。今4番人気なんですけど、ここでプッシュボタン連打してて、たまに書き換え起こって4番人気が1番人気とかなる時あるんで、まあやってみるのも面白いかなと思います。おお、旗の出てきましたね。3セット目いきます。3セット目で青島ですね。いやこれはありがたい。これ全速いってるっぽいですね。全速いきました。青島でいきます。いや
全くリプレイができないですね。まあ、ちょっとしょぼかったですけど、トータル40ゲームの上のプレイです。強敵ですね。強制にからプラス30ゲームです。4回目のレース対決ですね。4番人気です。これはさすがに厳しいですね。はい、この SG ラッシュでは、4セット722枚の獲得でした。まあ、ロゴありやったんでまだ128まで回していきたいと思います。では打っていきたいと思います。はい、419ゲームまで回したところで、ヘルゾーンなかったんで、他の台探しに行きたいと思います。はい、今1時間以上ちょっとホールずっと回ってたんですけど、まあ、もう現状打てる台というのが全くなくて、まあ、今出玉浮いてる状況なんで、まあ、これ以上無理して、まあ、変な台打つっていうのも、まあ、今までちゃんと打ってきた意味なくなると思うんで、今日はもうこれで出玉の方を流してしまいたいと思います。2767枚でした。実戦終了いたしました。本日の立ち回りなんですが、朝一店内に入店してみて、結構リセットがの台が多そうだったので、いつものスタイル通り、リセット狙いや超狙いで立ち回っていった結果、まあ、運の要素も絡まって、予想以上に、期待値以上の手玉を得ることができました。本日の結果なんですが、投資が850枚、回収が2767枚、3枚がプラスの1917枚でした。これで2連勝することができましたので、次回勝つと3連勝で、ランクアップすることができますので、頑張って立ち回っていきたいと思います。それでは、引き続き次回も応援の方よろしくお願いいたします。